絶対にコケごっこって言います。そしてそれはどういう原理でどうやって音を出していてどういう順番でなぜそんな変な時間に鳴くのかを今日は解説していきたいと思います。ねえグリちゃん、うるさいねみんな。オンドリはみんなまずどうやってその音を出しているか、オンドリの肺はキャパシティがすごく大きくて、とりあえず息をはぁーって吸い込んで、すんごいいっぱい吸い込んでからコッケコッコーってもうなんか吐き出すように言ってるから、あのニワトリ飼ってる人はわかると思うけど、あの一回こうやって胸をポンって突き出してからうわーって音を出すっていうのをやってます。で、あのコケコッコっていうその器官が、普通の声が出るところとは違うので、メンドリもまあコケコッコ言うメンドリもいるけど、それはすごい珍しいですね。みんな面白いね。で、そんなすごい肺を膨らまして喉を膨らまさないと出ない音だからこそ、なんかちゃんと自分の体が健康でちゃんと余裕のある時じゃないとコケコッコは言うことができません。オンドリは、一日の中で結構いろんなタイミングでコケコッコを言います。一日の中では朝コケコッコを言うっていうイメージがあるんですけど、今昼です、言ってます。とりあえずベーシックなのは自分がここにいるよっていう主張をしてるので、その自分がここにいるっていう主張をしないといけないのは、敵が来た時とか他のオンドリが来た時とか喧嘩に勝った時とかメンドリを集めたい時とか、なんかそういう自分がここにいるってすごく強く主張したい時に言います。なので昼間休んでる時間は何も言いません。みんな別に誰も来なくていいからほっといてくださいみたいな感じでね。で、そうやって時間帯があまり決まってないので昼間はずっとパラパラ言ってます。で、一番皆さんが多分気になると思うのは、どうして夜中にコケコッコを言うかっていう話です。夜中はそれこそみんなが寝ている時間帯なので、別にそんな自分になんかアテンションを引き寄せてもあまりいいことはないので、そんな言う必要はないんですけど、夜中にも言います。それはなぜかというと、ニワトリたちはとりあえず朝日が上がる1時間前ぐらいには絶対にコケコッコを言ってます。でもそれだと夜中の12時とか変な時間に鳴いてるのには説明がつきません。誰かが書いた論文と誰かがやった実験で見たんですけど、ニワトリの祖先は、フィリピンとかインドネシアとかその辺のアジアの国から来てるんですけど、そこの時間と合わせると、例えばどこかでコケコッコを夜の10時に言ってたとして、それがそのニワトリの祖先の元から来た国のちょうど朝5時ぐらい、その日が上がる1時間前っていう時間と一致したっていう結果が出たらしいです。っていうことは、ニワトリは自分の中に体内時計があって、自分が朝だって思ってるから言ってるみたいです。でも目は見えないから活動ができないっていう、そういうちょっと分かりにくい話ですけど、そういう話になったらしいです。なのでもしかしたらうちの子もその何代か前に来た国の体内時計で動いてるのかもしれません。で、そのオンドリが夜中にコケコッコを言う話の続きですけど、オンドリは偉い子が一番よく鳴くって言われてます。で、そちらも誰かの実験の論文を見たんですけど、同い年ぐらいの似た体型のオンドリを4つずつのグループを複数作って、喧嘩をさせてどれが偉いかどれが弱いかっていうのをとりあえず見極めて番号をつけたらしいです。で、その喧嘩に勝って強かった子っていうのがやっぱりその夜中とか朝とかに
コケコッコを一番最初に泣く子だったっていうことが分かったらしいです。で、それだけ見ると一番強い子がコケコッコを最初に言ってるっていう話が通用するんですけど、でもうちの場合夜中っていうか日が暮れてから朝になるまでの間にハートがコケコッコを言うのは一度も聞いたことがありません。もちろんたまにパラパラ言ってることはあるけど、うちで一番強いハートは言ってません。となると、そもそもその一番強いっていうその喧嘩に勝った子が一番強いっていう仮定で実験を進めてたみたいだけど、実際の鶏の社会の中で何が一番強いっていうファクターになるのかっていうのは結構変わってきます。喧嘩が強いからといって面取りを守れるわけじゃないし、頭が良くないと敵が来た時にどうやってみんなを逃がすかとか、その喧嘩の戦略にするにしても何にするにしても、ただただ喧嘩が強くて腕っぷしがいいだけでは通用しないので、だからうちにいる喧嘩鳥とかは全然社会に馴染めないし、それに全然考えてないから怪我をする羽目になります。で、うちのハートは多分喧嘩鳥の血が結構薄いと思うんですけど、それでも一番強いです。で、頭がいいっていう点ではもちろん頭いいんですけど、なんか周りを見てるし、ちゃんと面取りからも気に入られてます。そういうファクターがあってからこその強さっていうのをハートは持っているからこそのリーダーなんだと思います。なので、その実験みたいに音取りばっかりっていうことになると、そういう面取りから見てどう思うかとかいうのがなくて、ただただ自分は強いっていうことだけを主張してる子が一番最初に泣いてるみたいです。なので、ここで泣いてる子たちは一番強いのが最初に泣いてるのではなく、一番やんちゃな子が最初に泣いてるんだと思います。一番我慢できない、とりあえず叫びましょうみたいな子が泣いてるみたいです。で、実際のお偉いさんは日が上がってからとか、もっと遅くになってから、剣が来ないって分かってからコケコッコって言ってます。さっきちょこっと説明したんですけど、コケコッコを言う面取りがいるっていう話ですね。まずそのオンドリがコケコッコを言うのは、その胸と首のところを膨らまして、なんか特別な器官を使ってコケコッコを言っているから面取りはあまりできないっていう話をしてたんですけど、その物理的に不可能っていう話をしてたんですけど、オンドリのヒナを小さい時から育ててて思うことは、その先にトサカが大きくなって先にオンドリっぽさが出た、それこそ男性ホルモンが早く体に回る子っていうのは先にコケコッコを言い出します。で、コケコッコを言う面取りをよく見てみると、みんなトサカが大きかったり体が大きかったり体の横幅が広かったり、なんしかちょっとオスっぽい特徴がある子が多いです。ということは、多分ニワトリの中にある男性ホルモンが多いとコケコッコが言いやすいっていうことだと思います。なので、全然体が大きくてもトサカが大きくならないオンドリはコケコッコを言う器官がまだ発達してないから言いません。ねえ、グリちゃん面白いでしょ。うちにも太陽っていうメンドリがいるけど、どっかにいるかな。あ、今卵産んでるわ。その子をずっとオンドリだと思ってて、で、オンドリだねって言ってたけど結局面取りになったから、多分卵を産み終わってその女性ホルモンが減っていった後に多分コケコッコを言うようになると思います。あと3年ぐらいかな。楽しみに待ってましょう。うちのアパートの周りではとりあえず夜中の1時とか2時とかに泣いて、3時に泣いて、5時に泣いて、で、普通の時間に泣くっていうやつがいっぱいいるんですけど、日本とかだと全然時間帯が違うからそれも違うのかな。みんな教えてください。お宅のオンドリは何時に泣いてますか？